人に言われた言葉を過剰に受け取ってしまい、相手にそのつもりがなくても傷ついてしまいます。鈍感になるにはどうしたらいいんでしょうか。2回に1回人の言うことを無視すれば自然にそれが身について鈍感になれると思います。全部聞かなくてもいいんで、あなたの周りどれぐらいの人が、この方の周りどれぐらいの人がいるか分かんないですけど、みんな同じようなこと言ってるんで、何かしかとしても大丈夫なんで、それが慣れてくると、はい、鈍感になるの楽になると思います。